ず9年ぶり地区優勝藤浪登板なしも喜び爆発、歓喜のは加わる圧倒43年ぶり100勝。藤浪晋太郎投手が所属するオリオールズは日本時間29日、本拠地でレッドソックスと対戦。2対0で快勝しア・リーグ東地区優勝を決めた。藤浪は登板がなかったが、優勝の瞬間はブルペン陣でチームメイトと抱き合い喜びを爆発。ユニフォーム姿でグラウンド上に飛び出し、歓喜の輪に加わった。試合後のシャンパンファイトにも参加。チームメイトとシャンパンを掛け合い、ビンゴとラッパ飲みもして勝利の美酒に酔いしれた。メジャー移籍1年目の今年は開幕からアスレチックスの先発ローテーションに入ったが、先発で4試合連続黒星を喫し防御率 14.40 の時点で中継ぎに転向。そこで結果を残し、7月20日に地区首位争いをするオリオールズにトレード移籍した。移籍直後は制球の波に苦しんだが、8月14日には本拠地ボルチモアでのマリナーズ戦で2点リードの延長10回に中3日でマウンドに上がり、パーフェクトリリーフを見せて日米通じて初セーブを挙げた。日本時間18日には延長11回の末にレイズをサヨナラで下し、チームは7年ぶりのプレイオフ進出を決めた。藤浪は9回に5番手で登板。勝敗はつかずも3分の2回を投げ無失点。9月1日のダイヤモンドバックス戦から自己最長の7試合連続無失点とした。制球力の不安も完全に解消し、リリーフ陣の欠かせない一枚となった。持ってる藤浪、防御率7点台でもチームに貢献できる藤浪の方がイチローや大谷よりすごいな。投げさせてやれ、まだ続きあるからな。ブイヤネン、まあ個人成績はあれだけど、チームに帯同してるんだから優勝は嬉しいだろうな。貴重な経験だからな。前県は地区優勝6回わら。優勝受け負い人。プレイオフで出番がなきゃ何も意味がない。弱小チームから A 点でこうなるとはな、なんという刀ボタ。中継ぎだけなら何点台なんだ、来年も見たいな。プレイオフ出番あるのか？チャンピオンリングもちゃっかりもらいそうな藤浪。いきなりリングもらえるのか、強運すぎるだろ。藤浪は持ってるな、メジャー移籍1年で優勝かよわら。5軍奮闘した大谷はホームラン王、MVP、ハンク・アーロン賞が濃厚だけど、チームとして優勝した藤浪の方が優れてるっていう人がゲイスポだとやたら多いからね、仕方ないね。藤浪なんでこんな運いいの？わら。運っていうか、優勝しそうなチームに引き抜かれたんだろ。登板しなかったおかげでくしゃり。藤浪という強力な敗戦処理投手を要していたからこその弱小。一方吉田は2タコで交代。鈴木誠也は猛打賞でかなり上げてきたわ。優勝が似合う男。イニングイーターとしてはかなり貢献しただろ。移籍してからはメジャーでも屈指の登板ペース。翔平、チャンピオンズリング見せたろか。今年62登板もしたという事実。こういうのを持ってるって言うんだろうな。わら、やっぱどんなにダメだとしてもこういう地区優勝チームにいると言われるか言われないかって次元が違うわ。リリーフ陣の復活でワールドシリーズ待ったなし。